2018年最大の軟式野球の決戦、 MLB ドリームカップ、桑田パイレーツ VS クロマティエクスポズ。東京 A 予選を決勝まで勝ち上がった桑田パイレーツ。決勝戦は巨人時代の同僚クロマティ氏率いるクロマティエクスポズ。エクスポズも激戦を勝ち抜いてきた。共に巨人で戦った桑田さんとクロマティさんの全国大会進出をかけた一戦。こちらが8月12日、大宮憲法で行われます。いや、もう全員僕の教え子ですね。中学時代とあと東大の野球部出身ということで、もう全て僕の教え子でチーム構成してます。野球っていろんなカテゴリーがあると思うんですね。プロ野球もありますし、高校野球もありますしね。そしてこういう軟式野球も高校
硬式野球終わった後からでも楽しめますんでね、軟式野球ももっともっと普及して皆さん一人でも多くの人にね楽しんでもらえるように、クロマティとか僕とかね、また貢献できたらいいなと思ってます。名だたるチームが結構その出場するようになったのかなという感触は非常にありますね。あとまあ、インスタグラムですとかフェイスブックでいろいろ告知とかもさせていただいてて、まあ、その反応というのもすごい非常に、上がってきてると思いますので、まあ、非常にその認知というところでは結構上がったのかなと思います。やはりその、まあ、クロマティさんが現役の時から非常にこう明るい、まあ、チームのムードメーカー的な存在だったと思うんですけど、まあ、それがやはり今のエクスポーズでも非常にあって、でなおかつやはりまあ、さすがプロだなっていうのが非常にその人のことをすごい細かく見ていて、まあ、こういうあの選手はどうだとか、この選手はここで使った方がいいとか、まあ、そういった意見の、交換というのをいつもさせてもらってます。まあ、もちろん目標は全国出場することで、まあ、そのままやっぱり、優勝というところはもう間違いないです。